森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。あの先週と先々週がね、あの福岡のプレミアムセミナーの方を ね、ラジオの方で見ていただきましたので、はい。はい、今月は今日がね、そうですね、最初っていうことになりますのでね、そうですね、うん、カレンダーの方もまた活かしていただきたいなと思ってます。はい、はい、今日もすでに10月の20日、10月20日っていうんですかね、はい、はい、で、あのいろんなまたリサイクルの日、なんか10と20で一回り二回りっていうのでリサイクルの日、ね、10月20日で語呂合わせですよね、はい、そうですね、一回り二回り、はい、リサイクルですね、はい、はい、リサイクルって言えば、まあ、いろんなものをね、出しますけどね、ペットボトルとか、はい、そうですね、はい、本当に使われてるのかどうかがすごく心配なんですけど、ラベルとか取って出さないと使われないんだよって聞いたこともありますけれども、そうなんですね、どうなんですかね、あとあの瓶とかね、缶でもアルミと普通の缶とか ね、分けて、まあ、市町村によってはプラスチックゴミとか、はい、いろいろこう分けなきゃ、さらに細かく分けなきゃいけないところが、ね、大変なところね、大変みたいです ね、岐阜はそんなに厳しくないですよね。そうなんです、ゴミに関してはね、はい、プラスチックゴミとかストロー1本こっち入れなきゃいけないとか、そういうのもないので、ないですね、でもまあリサイクルしていけたら、あのすごくもっとゴミも減っていきますしね、そうですね、あの環境汚染がなくなっていくのかなと思うんですけれどもね、はい、福岡プレミアムセミナーでお話しさせていただいた、あのプラスチックゴミの、はい、なんていうんですかね、マイクロ、あの、そうですね、ね、魚、海に結局はストローの破片だったり、はい、そういうプラスチックの破片がプランクトンの、はい、ね、食べ、プランクトンと一緒に、まあ、そういうものを食べてしまう魚たちが、はいはい、あのいて、魚を食べるとそのまたプラスチックゴミが人間の体内に入っていくっていう、はい、結局は環境ホルモンっていうんですかね、そういうのね、そういう問題がすごく今取り上げ、もう前から言われていたんですけれども、やっと最近、はい、あの取り上げられていて、はい、プラスチックのストローは使わないとかね、はい、もうそうなったんですかね、スタバとかはもうね、なるとか、紙の、あの100均とか行った時に、はい、あの紙のストローっていうのを売ってたんですよね。そうなんですね、100均とかでもそういうの売ってるので、じゃあもうそういう動きが出てるということですね、はい、そうです、そうです、やっぱり紙のストローしか使わないとか、はい、あの日本って本当に野菜買いに行ってもなんかちゃんとこうプラスチックの容器にトマトが3つ入ってたりとか、はい、そうですね、ね、すごいこう綺麗になってるので、はい、あのそういうものを昔みたいにカゴ持って買いに行くと、はい、八百屋にとか、そうですね、そういう風になればね、はい、またあのビニール袋、こういう結局はあのバーッとスーパー行ってもビニールのバッグに入れてもらうの で、はい、そうですね、カゴ持っていけばそこへ入れても、はい、マイバッグを持っていかれる方結構多いですけれども ね、 そうですね、なんかちょっと環境について今日は考えた方がいいかなと思いますよね。そうなんですね。あと10月20日頭と20日で頭髪の日って、また頭髪の日ってことですね。頭髪の日ですね、はい、頭髪の日、はい、あの本当に、ね、頭髪の日、はい、なんかあの髪の健康を守るっていうことなのか毛を増 増やすとか、いろいろ意味があると思うんですけど、ね、あの床屋さんとかがなんかされるんですかね。あ、頭髪の日だから今日はちょっと床屋さんでシャンプー無料ですよとかね、なんかあったらいいですね、はい、あの肉の日みたいな感じですね。あ、肉の日は ね、肉がちょっとお値打ちになったりとかね、焼肉屋さんがサービスがあったりとか、ね、そうですね、はい、いろんな日がありますね。本当ですね、本当にね、でもこう何年もやってるとラジオもね、あまり同じ日には重なってないのかなっていうね。そうですね、7年間は重ならないのかな、7種類、あ、でもで、ね、あのウルド氏とかあると、はい、重なっちゃう場合があるんですけど、でもなんかあんまりご紹介したことのない日が、ね、はい、ない日が出てきますよね。はい、皆さんもね、あのぜひ頭髪の日、髪を大切に、はいはい、リサイクルの日、なるべくリサイクル考えてください。はい、はいはい、先生先ほどもおっしゃったように今日10月は通常の放送は初めてです ね、初めてなんですね、はい、はい、ですから今日はカレンダーの方に行きたいと思います。はい、じゃあ10月の小平和説法ということですね。はい、はい、じゃあ大森和代の小平和説法行きたいと思います。はい、人の悪口を言う人、非難する人は幸せから
どんどん離れていきます。はい、今日のねカレンダーの10月のお言葉なんですけれども、よく人の悪口や批判ばかり言ってる方、それとか自分自身の不平不満、そういうものばっかり言ってらっしゃる方っていうのが時々ね、ばっかりっていうわけではないんですけれども、そういうものが多い、職場だったら職場の同僚の、あの人はこうでこうでこういうとこがいかんねとか、あの人はこんな人やよ、こんなことしとるんだよとか、そういうことを人に言う、それを聞いた方がどんな気持ちになるかということをやはり考えてお話っていうのはされないと、言われた聞いた方もそうだよねそうだよねって喜ぶ人、同じような種類の方はきっと喜ばれるんでしょうね。自分も思ってたのですっきりしたとか。でもやっぱり少しこう魂が高まってくると、その人の批判や悪口を聞くことがすごく辛いなって思うようになってきます。で、言葉というのはやはり悪口であったり非難する不平不満を言うというのは、言葉はやはり言葉にはまた魂があり、その言葉が結局は自分へと返ってきます。人の悪口を言ってるんですけれども、結局は自分のことを悪く言ってると、そういうふうに捉えていただいて、人の悪口も自分をけなしてるんだ、自分の悪口を言ってるんだと、人の悪口が出てくるというのは自分の中にもその人の悪いところが目につくということは、自分の中にもそれがあるからその人の悪いところが目につくんであって、人の悪口ばっかり言う方っていうのはその悪いところばっかり自分の中にあるから、そのことにどうしても気づく、そのことに目がいってしまう、気になる。なのでやはりその言ってる間というのは自分にもかなり悪いところがあるということですので、で言ったらそのまた波動が自分に返ってくる、それは自分がどん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 こう幸せの道をね、魂向上して幸せの道行こうとしている自分で自分の足を引っ張ってしまうということになるんですね。ですから悪い、あの人ああいうところ良くないよねということに気づいたとしても、あえてそれはそれで自分の中で、あでもこういうことに気づくというのは自分の中にもそういう悪いところがあるんだな、じゃあ自分が直してみよう、直した姿を相手に見せてあげよう、そしたらあの人も何か気づいてくれるかもしれないと、そんな風に思いをぜひ変えていっていただきたいと思いますね。どうせこの肉体での一生は一度きりです。ですからどうせなら楽しく、そして幸せに生きていきたいと思いませんか。ぜひ今日から皆さんも言葉を気をつけて、人のことを褒める言葉、人のことをいいふうに言う、そんな言葉、そんな言葉をぜひ使っていただきたいなと思います。はい、はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。いや、はい、悪口を言う人はその波動も返ってくるってことですね、自分のところに。そうなんですよね、はい、それによって体を痛めてしまった方もおられます。やっぱりそうなんですね、不平不満や悪口ばっかり言ってた人が、はい、結局は癌になられたという方もお見えでしたし、はい、やっぱりこう自分に返ってくる、で、はい、自分の心だけではなく肉体をもそういうふうに痛めていくんだなって、そういう方を見てたら思ったんですけれどもね、はい、だからあとはすぐにその不平不満じゃなくても、悪い言葉ばかやろうとかね、なんかそういう言葉をすぐに発したりとかっていう、それもまた自分にバカやろうって言ってるってことになりますので、はい、バカやろうな自分になってっちゃうというか、ですからそう思っても、ここでくるっと変えて、はい、そう思ってもすごいやないかみたいにって言ってみるとか、はい、プラスの言葉に変えてしまう、プラスの言葉に、ね、変えていくっていうのはやっぱり大事なことですので ね、 そうですね、ぜひそんなことを意識して生活してみてください、はい、もう癖がついちゃってると意識しないと ね、 そうですね、子供さんに対してもね、はい、バーンってそういう悪い言葉を言う癖になってる方は、はい、やっぱり意識して、はい、やられた方がいいかなと思います。はいはい、福岡のプレミアムセミナーもね、結構本当に皆さん内容が濃くてすごかったって言ってくださったんですけどね、はい、やっぱりいろいろ私も本当にちょうど安室奈美恵さんの引退の日と重なったので、これも意味がありますよねっていうことでね、お伺いさせていただいて、はい、でやっぱり引退の日と重なるので、ぜひ安室さんの歌を一曲って言われたんですけど、安室さんの歌なんて歌ったことがないもんですから、そうなんですね、そういう昔の昔、はい、カラオケとかでも歌ったことがないので、何を歌っていいのかわからなくて、はい、沖縄サミットで
流れてたあの曲ならなんとなくわかるかなとか、はい、あとはあの君だけのってオリンピックで流れてましたかね、はいはい、ヒーローですね、ぐらいですかね、ヒーローっていうんですか、はい、ごめんなさい、それぐらいならっていうことで、まあでもやっぱり平和を願うという意味では、はい、あのネバーエンドの方がいいのかなと思って、はいはい、じゃあネバーエンドでもって言ったんですけど、すっごい難しかったんですね、練習したら。あ、そうなんですね、あの音がどんどんこう変わって、あれ小室哲哉さんの曲みたいな、そうですね、はい、音がどんどんこう変調していくんですよね、ええ、で最初はまあこんな音程でいいやなんて、だんだんネーバーエンドネーバーエンドネーバーエンド最後高くなっちゃうので、あのちょっと大変だったんですけれどもね、はい、はい、あとあのドレスをね、早変わりで、早変わりでね、はい、であの昔のこうあのファーの、いうのを引っ張り出して、なんかいろいろファーの上にもう一個ファーを縫い付けて、はい、ここにそうなんです、ね、あのオーストリッチの毛を縫い付けてっていう、で古かったのですごくもう途中で歌ってるのビデオ見たら、はい、ボロ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 羽が落ちてるんですよね、はい、で栗本プロデューサー羽アレルギーみたいで、あのラジオ撮ってる時もクシャクシャンとかっておっしゃってましたし、もうあこれダメっていう人もいましたので、控え室でもう、はい、アクションアクション、あのいつもドレス着替え手伝ってくれる女の人もクシャクシャンって言いながらずっとしまい込んであった羽を持ってきたのでね、で羽織ってね、はい、あのやったんですけどね、夜あのホテル帰ったらなんか背中かいなと思ったら、なんかダニみたいな刺し跡があって、あの羽についてたんでしょうか皆さんそんなこと全然ご存じなかったですね、あ、かいいなと思いながら歌ってたってそんな裏話ですねいやいやいや裏話ですね、であのドレスの重ね着してたんですよ、はい、脱いですぐダンシングヒーローだったので、はい、で最初あのやりたかったのが、あのよくテレビとかステージで、はいはい、あのそのダンサーの子にこう囲ってもらって、じゃん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 みたいな感じで後ろでパッパッパッと着替えるっていう、はいですね、やりたかったんですけれども、はい、枕にしてあるので、そのファスナーがわからないっていう、なるほど、であの実際私行く前に、はい、あの衣装を揃えた時に家で実際にその、はい、娘にこう重ね着して、はい、娘にちょっと これで今はいここ歌終わりました、はい次これ脱ぎますっていうやってやっていってやったら、あファスナー壊れたって言ったんですよであれもしね、まあ壊れて2枚一緒に脱いじゃったらもう私もう二度と公演会出れないごめんなさいドレス2枚一緒に真っ暗だから2枚脱いじゃったらもう申し訳ないみたいな、はい、急にあのチャラララチャ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 下着でねあみたいなもう恋が中心になっちゃうね、はい、これが、迷惑かけますのでね、見たくないものを見せちゃうでやっぱり明るい方がいいんじゃないかってことで、はい、やっぱりカーテン一旦引いて、はい、でバババって脱いで、はい、でパンってブレスレットも変えてみたいな、そうなんですね、つけてとか結構大変だったんですよ、あの裏舞台をね、いつかあれ撮ってたら、撮ってたのかな、撮ってた裏側ね見ていただくと大変なのが分かるんですけど、はい、そしたらあの安室奈美恵ちゃんもあのなんか次の日にあのセミナー次の日17日にたまたま NHK でしたかね、はい、なんかその奈美恵ちゃんの最後のツアーだかなんかっていうのを放送してて、はいはい、ちょうどネバーエンドを歌った後次の歌までの間に1分で着替えるっていうのをやったらしいんですよ。そうなんですね、ネバーエンドの後大変っていうのは一緒だったなと思って、そんな奈美恵ちゃんと比べたら申し訳ないんですけれども、でも偶然じゃないですね、偶然じゃないね、ネバーエンド、ネバーエンドって最後ラー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 ってこう響いてくるんですよね、はい、でその奈美恵ちゃんのステージではそのラー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 がずっと響いてて、はい、まだこう構想、うんうん、あの最後の伴奏がずっと流れてる中、はい、奈美恵ちゃんはさっと引っ込んでパッパッパッとこう普通の衣装から今度白いドレスで登場して、しかも下からのこう繰り上げ舞台っていうんですか、はい、でネバーエンドネバーエンドで終わった時にもシャーッと登場して Can you say that for me って歌ってたんですよ。そうなんですね、だから私は白から赤になったんですけど、奈美恵ちゃんは今度白になって出てきたっていうところが、はい、あれこれ偶然じゃないよねとか勝手にね思ってたんですけれども ね、はい、なんかそんな話になっちゃって、はい、裏話を聞いていただきました、はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.